こんにちは。聞こえますか？はい、聞こえます。うん、よろしくお願いします。はい、久しぶりです。お久しぶりです。元気でしたか？はい、元気です。くるみさんは？よかったです。はい、私も元気でした。ありがとうございます。何人かから YouTube の動画を見ましたって言われました。はい、どうでしたか？すごくみんな良かったですって言っていて、このクラスの前の生徒さんも見たって言ってて、本当ですか？こんにちはって伝えてくださいって言ってました。そうですか。すごくいつも見てますって伝えてほしいって、すごい嬉しい。嬉しいですね。素晴らしい動画だと思いました。はい、まあ、くるみさんは本当にいい先生だと思います。はい、ありがとうございます。すごい日本語の字幕も見やすくて、素晴らしい動画だと思いました。はい、ありがとうございます。髪短くなりました？あ、はい、そう。切って。ね、うん、はい。かわいい、いいですね。さっぱりして。はい、最近ちょっと暑くて。はい、はい、はい。あ、そうなんだ。うん、最近暑いんですね。うん、日本は最近涼しくなりました。そうですか。あ、ごめんなさい。いいですね。あ、やっと羨ましいです。シンガポールはずっと暑いですね。うん、あ、そっか、そうですよね。うんうんうん、そうなんだ。最近何か楽しいこととかありました？そうですね。最近、シンガポールの学校は6年生、大事な試験があって。はいはい、国家のレベルは、うんうん、生徒たちは、学校に行かないんです。あ、そうなんですね。お休みになる。はい、そうです。あ、そんな感じで。そうなんですね。だから今はちょっと楽です。あ、なるほど。はい、そうなんですね。6年生のそのテストは何のためのテストですか？あ、これは年度末の試験。へえ、うんうんうん、はいはい。どこの中学校に行く、はいはいはい、のを決める試験。うん、ああ、そうなんですね。うん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 。へえ、じゃあ、そのテストの結果で行く中学校が決まる。うん、はい、そうですね。大事な試験ですね。そう。そうなんだ。はい、あ、ストレスですね。多分6年生は大変ですね。今年もコロナで、うん、たくさんの授業ができなくなって、はいはい、ちょっと大変だった。あ、うんうんうん、あ、そっか、そうですよね。うんうんうん、そう、今が、うん、年度末ですか？はい、シンガポールは、はい、うん、あ、そうなんだ。いつから？はい、1月から12月まで。あ、へえ、そうなんですね。うんうんうん。多分季節がないから。日本は4月から。はい、そうですね。あ、そっかそっか、なるほど、うん。うんうん。そうなんだ。じゃあ、6年生はこのテストが終わったら、終わっても学校がありますか？え、すいません、終わっても。試験が終わった後も学校がありますか？はい、はい、あります。けど、うん、多分毎日をゲームをしたり遊びます。そんな感じで過ごす。そうか、テスト終わったって。はい。フリーだーって感じですね。はい。はい、今日は最後のテストなんです。うんうん、ああ、そうなんですね。へえ。何日もテストをやるんですか？そうなんだ。はい。じゃあちょっと長いテストですね。そうですね。うんうん、へえ、大変だ。でも他の学年の生徒は休みで嬉しい。はい、そうですね。そうなんだ。うん、そっか。くるみさんはどうですか？近況報告とかありますか？私は最近は、あ、先週の土曜日はお寿司を食べに行きました。そうですか。住んでる町から2つ駅を離れたところのショッピングモールに行って、うん、そこのお寿司屋さんが好きなのでそこでお寿司を食べました。あ、いいですね。うん、あとは断捨離をしました。物を捨てる、うん、
物を捨てることを断捨離って呼ぶんですけど、 その持ってるものを、持ってる思い出だけどもう使ってないものとかを手放すっていう風に使うんですけど、そう、もうこんまりみたいな。あ、そうですそうです、こんまりさん、その通りです。なんで急に物を捨てたか、はいはい、前から物を減らさなきゃなって思ってて、でも私は物を捨てるのが嫌いで苦手なんですね。なんか物を捨てると思い出も一緒に捨ててる気がするから、なかなか捨てられなかったんですけど、あの新しい服を買いたくて新しい服のためのスペースを作るために、やっぱり捨てないとと思って、いろいろその古いもう使ってないものとか着てない服を頑張って捨てました。あ、そうなんですね。じゃあミニマリストじゃないんですね。うん、そうなんです、物が多いんですよ。あ、そうなんだ。こんまりは有名ですか？はい、こんまりさん本当に有名ですね。ネットフリックスの彼女の番組があって、はい、ああ、そうなんですね。私もあのその番組を見たら、うんうん、あの全部のものを、うんうん、捨てたくなりました。はい、そうですね。うん、物を捨てるのは得意ですか？番組を見るたびに、うんうん、あの、うん、考えが変わりました。うん、はい、そうなんですね。私も見なきゃ。私は、うん、その、うん、留学した時に買った服とかがずっと捨てられなかったんですけど、じゃあ日本に持ってきましたか？うん、そうです、うん、いくつか、5着ぐらいかな持って帰ってきて、そのうちの3着はこの間捨てました。もう着てないからいらないなと思ってお別れしました。悲しかったです、ちょっと。ああ、そうです、ね、あとは最近は、楽しいことはあったかな。あ、映画を見ました。え、どんな映画？はい、多分会ってからレッスンの後に見たかな、レミニセンスっていう映画を見たんですけど、ヒュー・ジャックマンって知ってますか？うんうん、はい、俳優さん、うん、はい、の映画で、過去に戻るんではなくて、過去をもう一度体験するっていうのができる機械が発明されて、こうなんか頭にこういうのつけて過去を体験するっていうのをテーマにした映画でした。すみません、名前もう一度お願いします。うんうん、レミニセンス。英語の発音はできない。新しい映画なんですか？うん、そうですね、新しい映画ですね。多分1年前くらいかな。日本に外国の映画が入ってくるのが遅いので、あ、多分アメリカでは少し前の映画だと思います。そう、聞いたことがないんです。でも見たいです。面白そう。うん、面白かったです。日本語の字幕、うん、で英語で見ました。はい、ですね。やっと日本は緊急事態宣言が終わったので、あ、うん、少し出かけ安くなりました。シンガポールはどうですか？最近は、はい、最近はちょっと悪くなって、あ、そうなんだ、そうですね。そうか、そう、だから出かけない方が、そうですね。一つ今日質問があるんですけど、私あの YouTube の動画で英語を話してる動画も見たんですね。どうやって日本語を勉強したかっていう動画を見たんですけど、はい、それを見て一つ思ったのが、日本語を話すときと英語を話すときで
性格は変わりますか？はい、あ、やっぱりそうなんだ。はい、そうですね。なんか、そうですね。性格だけじゃなくて、ジェスチャーもちょっと違うと思います。そうですね。はい、このようにですね。はい、やっぱりそうなんだ。はい、なんか日本人の真似をちょっとしますね。はい、確かに、そっかそっか、なるほど。はい、なんかこの話す言葉で性格が変わるっていうテーマはよくいろんな人が話してるんですけど、はい、そうですね、なんか英語を話してるとき、日本語を話してるときの方が柔らかい感じ、はい、そうですね、かなってやっぱり思って、そう、私も同じなんですけど、そうなんですか、英語を話すときの方が声のトーンも少し下がるし、なんか、話し方とかももっとスピードがあったりとか、あと自分の意見を言いやすいって感じます。じゃあ、クルミさんは素晴らしかった、はい、海外に行って、なんか性格も変わりましたか？海外に行った後の方が、人と違ってもいいんだなって思うようになったので、少し性格は変わったかもしれないです。日本はみんな同じがいいっていう考え方がすごく強いので、人と違うことをしたり人と違う意見を言うと悪く言われることが時々あるので、それはすごく良くないというか、あんまり好きじゃないんですけど、海外に行っていろんな国の人がいて、いろんな考えがあって、それが素晴らしいねって思われてる環境にいたら、なんかその考え方がすごくいいなって思うようになりました。そう、私の日本人の友達も海外に行ったらノーって言えるようになりました。そうかも、それもそうですね。確かに、日本ではあんまりはっきりノーって言わない文化なので、そこも違いますね。面白い。なんて言うんですか、骨と前、建前、はい、そうです、よく言われます。なんか日本語を勉強しているとやっぱりそういう日本人の言葉の使い方、言葉の選び方にはやっぱり日本の文化があるねってよく言われます。はっきりとものを言わない感じ。そうですね。じゃあ、例えばくるみさんは友達に誘われるとき、行きたくないなら、何を言いますか？どうやって断りますか？仲がいい友達だったらその日は行かないとか、その日は行きたくないって言うけど、仲良くない人には行けたら行くねって言います、これよく日本語でなんか変なところって言われるんですけど、行けたら行くっていうのはそのまま考えると行けたら行くだけど、裏の意味は行かないってことですね。でもそう言ったら相手は、クルミさんの本当の気持ちを分かりますか？多分ですね、はい、多分日本人はこの人来ないなって多分思います。それを見るとそれは空気を読むっていうことなんですね。そうですね、空気を読むっていう感じですね。難しい。それ難しいですよね。不思議ですね。角を立てないっていう言い方をすることがあるんですけど、自分の意見をはっきりと言わないことで、優しい感じにするみたいな、優しくないと思うんですけど、言葉の雰囲気は優しくなるかもしれない。なかなかその文化がわからないと
行けたら行くねは行かないっていうふうには捉えられない、わからないですね。不思議。私もあの日本にいる時、高校生のなんか発表を見ました。彼はあの overseas exchange、海外交換留学生、はい、留学生、海外留学生、はい、海外留学生、彼の経験をシェアして発表しました。でも英語で発表しました。あ、発表するとき、英語で使うとき、本当にあの、なんかジェスチャーは本当に、なんていうんだっけ、丁寧じゃない、どう言いますか、なんだろう、なんて言えばいい、アクティブな感じ、はい、テンションが高い、ね、そうですね、はい、外国人っぽいっぽくて、はい、発表しました。でも終わったら、また日本語で話しましたね。はいはい、全く違う感じで、そうなんだ、はい、こういう感じ、はい、急にあの丁寧になって、はい、またフォームを、正式な感じとか、はい、へえ、そうなんだ、やっぱり、言葉と文化はすごく近い、一緒になってるものですね。あとこういうジェスチャーとかも日本にはないですね。そうですね、はい、確かに私は結構こうジェスチャーが多いって言われるんですけど、日本人はあんまり手動かしたりもしない人が多い。あ、そうですね、ですね、こうやって喋る人が多いです。あ、そうですね、あの英語を話してる時の方が自信を持って話せますか？そうですね。多分、言いたいことは簡単に伝えるから。そうですね。すごくあのカメラに向かって話してるのもすごくいいなと思いました。くるみさんはあの自分の動画を作ったことがあります。あります。私も実は自分のチャンネルを持っています。なんで教えてなかったでもあのバレエのことについて話してます。すごい、教えてるんですか？そうですね、バレエの例えばバレエで怪我をした時がどういうふうに考えたらいいよとか、留学したかったらこういう風にするといいよとかを喋っています。でも恥ずかしいから恥ずかしいから教えなかったです。なんで調べますよ。私は見たのに。そうなんだ。なのであのカメラに向かって話す時にちょっと緊張したりとか、はい、変な感じがする気持ち分かります。緊張します。あとたくさん間違える、なんか噛んだりとかしてうまく話せなかったりもします。どのぐらいやっていましたか？2年ぐらい。でもすごい、じゃあプロじゃない？あの真面目にやってなかった期間が長くて、一生懸命やってるのは半年ぐらいかな。面白い、見たいですね。恥ずかしいですね。はいはい、でもなんか自分の顔を見ながらビデオを作るのも変な感じ。そうですね、自分の声を聞くのを声を聞いて顔を見て変な感じがします。動画を作るのは好きですか？字幕を作るのは大変ですね。時間がかかりますので、そうですよね、すごい、本当にすごいなって思いました。聞き取れない言葉とかないですか？はい、あります。その時はどうしてますか？何回も聞いてあの、ネットであのその言葉を調べます。本当にわからなかったら字幕を作らない。そのことは。なるほど。はい。ああ、そうなんですね。はい、すごくあのたくさんちゃんと字幕が入ってて、私は英語の動画を見たとき、あんなに
完璧に書けないからすごい聞き取れてるんだなと思ってびっくりしました。素晴らしいと思いました。くるみさんは自分のチャンネルを始めようと思ったきっかけは何でしたか？私は今バレエ団にバレエのグループに入ってるんですけど。あ、そうなんですか。そうなんです実は、うん、今はあんまりたくさんは踊ってないけど。